鋼の巨人日本製鉄。今回は人気の後輩と浮かぶで、2024年2月7日に決算を発表した日本製鉄の決算と財務諸表を解説します。日本製鉄は、その名の通り、鉄鋼業界の巨人であり、鉄鋼製品の製造と販売を主軸に据えつつ、エンジニアリング事業、ケミカル&マテリアル事業、システムソリューション事業の4つの事業を展開しています。基本情報は、こちらの表の通りです。今回は、日本製鉄を、成長性、効率性、現金の生成能力、財務の安定性、割安性の5つの観点から、総合的に分析評価します。動画投稿の励みとなりますので、チャンネル登録といいねをお願いいたします。株価のチャート。株価のチャートは、こちらの通りです。株価は、右肩上がりであり、高値圏にあることが確認できます。過去5年間の株価のパフォーマンスは、プラス 78.01% となっています。最新の決算、日本製鉄は、2月7日に決算を発表しています。24年3月期、第3四半期累計、4から12月の連結最終利益は、前年同期比 14.7% 減の 4,409 億円に減少しました。他方で、通期の最終利益を従来予想の 4,200 億円から 4,700 億円に 11.9% 上方修正し、減益率が 39.5% 減から 32.3% 減に縮小する見通しとなりました。また、業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の150円から160円に増額しました。直近3ヶ月の実績である10から12月期3級の連結最終利益は前年同期比 2.8% 減の1406億円となり、売上営業利益率は前年同期の 10.5% から 8.7% に低下しました。世界の鉄鋼市場、現在、世界の鉄鋼需要は前例のないほど厳しい状況に直面しています。特に、中国では不動産市場の低迷が長引いており、国内需要の低下に加えて海外からの需要回復も遅れています。さらに、欧米では金融政策の引き締めと経済の先行き不安から景況感が低いままです。一方で、インドは石炭をスポット市場で買い続けており、中国も国内需要が落ち込んでいるにもかかわらず生産量を維持しています。これらの状況が影響し、原材料の価格は高い水準にとどまっています。しかし、ASEAN 諸国などでは製品価格が低迷しており、原材料と製品価格の乖離が顕著になっています。特に、海外の一般市場では、この価格の差スプレッドが史上最低レベルで続いており、産業全体の収益性に影響を及ぼしています。セグメント別の事業利益、日本製鉄の2023年第3四半期累計の事業別利益は、製鉄事業で6658億8400万円、エンジニアリング事業でマイナス47億6000万円、ケミカル&マテリアル事業で123億6900万円、システムソリューション事業で239億5000万円です。日本製鉄の事業別利益では、製鉄事業が全体の大部分を占め、主力としての地位を確認できます。しかし、エンジニアリング事業は赤字で改善が必要な状況です。一方、ケミカル&マテリアルとシステムソリューション事業は利益を上げています。セグメント別の事業利益の成長率、日本製鉄の2023年第3四半期累計の事業別利益で、製鉄事業は前年同期比で 8.3% 減少しました。エンジニアリング事業は 172.1% と大幅に減少し、ケミカル&マテリアルは 23.7% 減少しましたが、システムソリューション事業は前年同期比で 6% の成長を遂げています。日本製鉄については、主力の製鉄事業などは減少している一方で、システムソリューション事業は成長しています。予想 PR の推移。PR は、プライスアーニングズレシオの略称で、時価総額を純利益で割るか、株価を一株当たりの利益で割ることで求めることができます。これは、株価と企業の収益力を比較することによって、株式の投資価値を判断する指標として用いられます。この倍率が高いほど、株価は割高と判断されます。日本製鉄の4月5日の予想 PR は7倍で、鉄鋼業界全体の平均 PR より低く、加重平均 PR に近い値です。これは、日本製鉄が業界平均に比べて割安であることを示しています。PBR の推移。PBR とはプライスブックバリューレシオの略で、株価を一株当たりの純資産で割ったものです。これは、現在の株価が企業の資産価値に対して割高か、割安かを判断する指標として用いられます。この倍率が高いほど、株価は割高と判断されます。
日本製鉄の PBR は 0.71 倍で、鉄鋼業界の平均 PBR や加重平均 PBR に比べて低い値となっています。これは日本製鉄が業界平均に対して割安である可能性を示唆しています。年間配当と配当利回りの推移。日本製鉄の年間配当は2020年と2021年に比べ2022年に大幅に増加し、その後2023年にさらに上がったもの、2024年予想では減少しています。配当利回りも2022年の高水準から徐々に下がり、2024年予想では 4.36% となっています。総還元性向とは？総還元性向とは、会社が儲けた利益を配当や自社株買いという形で株主に対してどれくらい還元しているかを表す指標です。総還元性向が高いほど株主還元に力を入れている企業であることを示します。ただし株主への還元が多いことは、設備投資などに使用できる資金が少なくなる可能性があります。総還元性向。日本製鉄の総還元性向は2019年に 28.4% でしたが、2020年と2021年には 0% となり、2022年に 23.1% へと回復し、2023年にはさらにわずかですが増加して 23.9% となっています。 EPS。 EPS とはアーニングスパーシェアの略で、一株あたり純利益とも言われます。 EPS からわかることは、企業の収益力と成長性の2つです。数値が高いほど企業の収益力は高いと見ることができます。また同じ企業の当期 EPS と前期以前の EPS を比較することで、企業が順調に成長しているか判断することもできます。日本製鉄の EPS は2022年第1四半期から2022年第4四半期にかけて成長を示していましたが、2023年第1四半期から2023年第4四半期の会社側ガイダンスにかけては前年同期比で減少する傾向が見られます。特に2023年第4四半期の会社側ガイダンスでは、前年同期比で 32.3% の大幅な減少が予想されています。売上高の推移。日本製鉄の売上高は2022年初頭から継続的に増加しており、2022年第1四半期の成長率 27.7% から2023年第3四半期の 6.8% まで一貫して前年同期比でプラス成長を遂げています。成長は時間の経過とともにやや鈍化していますが、依然として増収傾向にあります。経常利益とは？経常利益は本業における利益だけでなく、企業の持つ資産の運用利益や銀行からの利息など事業を行って得た利益です。経常利益は売上高と営業外収益を足した値から、販売した商品の原価である売上原価と販売のためのコストである販管費、営業外費用を除くと求めることができます。経常利益の推移。日本製鉄の経常利益は2022年第1四半期に 33.4% の成長を示しましたが、その後減少に転じ、2023年第3四半期にはマイナス 11.0% と前年同期比で減少しています。全体的に見ると経常利益の成長率は波があり、一部の期間では成長が見られたもの、時間が経つにつれて経常利益は減少傾向にあります。経常利益率とは？経常利益率は売上高に占める経常利益の割合を示したものです。この割合が高いほど本業以外の収益や費用を含めた会社全体の収益力が強いと判断できます。経常利益率。日本製鉄の2023年第1四半期から第4四半期の経常利益率については、2023年第1四半期を除いた3つの四半期が前期の利益率を下回っており、利益率は下降傾向にあります。利益は意見、キャッシュは現実。損益計算書 PL に記載される売上高などの利益は、本来であれば来期に立つ売上を今期の売上として計上することや、架空の売上を立てることで意図的に利益を過大に見せること、いわゆる粉飾が可能であり、明らかな粉飾でない限りこのような粉飾を見抜くことは難しいと言われています。他方、キャッシュフロー計算書に記載される営業キャッシュフローなどのキャッシュは、実際にどれだけの現金が出入りしたのかを表し、意図的な調整をする余地がありません。そのため会計の世界では、利益は意見、キャッシュは現実、キャッシュフローは嘘をつかないとされています。また損益計算書では、黒字にもかかわらず倒産してしまう黒字倒産の原因は、売上が発生してもその入金、現金収入が大幅に遅れ、企業が現金不足に陥ることで起こるとされています。そのため企業の利益だけでなく、企業のキャッシュを確認することが重要です。
フリーキャッシュフロー。フリーキャッシュフローとは、会社が事業活動で稼いだお金のうち、自由に使える現金です。フリーキャッシュフローが多い企業ほど、経営状態が良好であり、将来的に、株主への配当や、自社株買いなどが行われることが期待されます。日本製鉄のフリーキャッシュフローは、2020年以降、変動が見られますが、2022年には前年比で 52.7% と大きく増加しました。2023年も前年比で 7.4% の成長を続けています。営業キャッシュフロー。営業キャッシュフローは企業の営業活動で得られた現金収入です。日本製鉄の営業キャッシュフローは2022年に前年比でマイナス 19.2% と減少したもの、2023年には前年比で 17.2% 増加し改善傾向にあります。営業キャッシュフローマージンとは、営業キャッシュフローマージンは売上高に占める営業キャッシュフローの割合を示したものです。この割合が高いほど企業が売上から多くの現金収入を得ていることを意味し、現金を稼ぐ能力が高いと判断できます。なお、マーケットハック流世界一わかりやすい米国式投資の技法によると、営業キャッシュフローマージンは理想として 15% から 35% 程度あると素晴らしいとされています。営業キャッシュフローマージン。日本製鉄の営業キャッシュフローマージンは2021年に 12.4% と高かったもの、その後は減少し、2022年と2023年には 7.11% となり安定しています。これは営業活動からの現金収入が売上高に占める割合が一定していることを示しています。アクルアールとは、アクルアールは企業が現金収入を伴った質の高い利益を上げているかを判断する指標です。アクルアールは純利益から営業キャッシュフローを引いた値で計算されます。純利益は全ての収入から全ての支出を除いた利益であり、いわゆる会計上の利益です。他方、営業キャッシュフローは企業の営業活動で得られた現金収入です。例えば A 社のようにアクルアールがマイナスの場合、企業が多くの現金を営業活動から生み出し、現金収入が会計上の利益を上回っていることを意味します。これは A 社が現金収入を伴う質の高い利益を生み出していることを示します。逆に B 社のようにアクルアールがプラスの場合は、現金収入が会計上の利益を下回り、現金収入を伴わない質の低い利益を生み出している状況を示しています。アクルアール。日本製鉄のアクルアールを見ると、2021年以前はマイナスの値を示しており、これは企業が多くの現金を営業活動から生み出し、現金収入が会計上の利益を上回っていたことを意味します。これは質の高い利益を生み出している状況と解釈できます。しかし2022年と2023年にはアクルアールがプラスに転じており、これは会計上の利益が現金収入を上回り、現金収入を伴わない質の低い利益を生み出している状況を示唆しています。自己株式調整済み負債比率とは、自己株式調整済み負債比率は企業の抱える負債が純資産に対して何倍あるのかを示しています。この比率が低ければ純資産に対して負債が少なく債務が健全であるとみなされます。史上最強の投資家バフェットの財務諸表を読む力によると、自己株式調整済み負債比率が 0.80 を下回ることが望ましいとアメリカの著名な投資家であるウォーレン・バフェットは言います。自己株式調整済み負債比率。日本製鉄の自己株式調整済み負債比率を見ると、全ての四半期で1を超えており、ウォーレン・バフェットが望ましいと考える 0.80 を上回っています。これは企業の純資産に対して負債が多い状態を示しており、理論的には財務の健全性について注意が必要です。固定長期適合率とは、固定長期適合率は企業の固定資産が純資産と固定負債といった安定した資金で賄えているかどうかを示す指標です。一般的にこの比率が 100% 以下であると企業の固定資産が安定した資金で賄えており、会社の財務状況が安定していると判断できます。固定長期適合率。日本製鉄の固定長期適合率は一貫して 100% 以下で、特に最近の四半期では 71.85% から 76.68% の間で推移しています。これは企業が固定資産を安定した資金で賄っており、債務が健全であることを示しています。理論株価。理論株価は企業の利益予想などを元にした計算上の株価です。今回は企業の利益予想と1年後の予想 PR をもとに、1年後の日本製鉄の株価を求めたいと思います。理論株価に対して低い株価で取引されている銘柄については、将来的に株価の上昇が期待されます。それでは
日本製鉄の理論株価を求め、現在の株価とどれくらい乖離しているのかを確認したいと思いますが、続きの内容については有料記事となります。記事を購入していただくか、メンバーシップに加入してメンバーになっていただくことで読むことができます。メンバーシップは初月無料ですので、月末までに退会すればご負担0円でお試しすることができます。続きの記事では理論株価のほか、日本製鉄の成長性、効率性、現金の生成能力、債務の安定性、割安性の5つの観点から総合的に分析評価しています。